今、彼女はあの時とどこか似ている。彼女が見た風景。彼女が見ていた景色。あの町の記憶。彼女に刻まれたワンシーン。あの町の記憶。流れていた時間。演じることの喜びとともに。彼女が見た景色。彼女が見ていた風景。流れていた時間。これ卵つけてた気がします。そうだそうだ、納豆と卵を入れてました、ね、お魚なのに納豆大丈夫なんだ。小さいお子さんのお客様が気づかれて、次カウンターで、そう、食べたて一人食べてる時に気づかれて、うちのお姉ちゃん、純王ちゃんのお姉ちゃんなんだよってその子が言って、当時はいっぱいいっぱいでした。役者と言っていいのか分かんないぐらい何もなかったです。できなくて撮影で、なんかお芝居何ぐらいの状態でこなすみたいな、もうなんか仕事っていうよりも作業でとりあえず頑張ってやりきるみたいな状態の時で、でもなんかその私がこの仕事をしてるのがすごい、ちょっとでもなんか作品見て元気になってもらえたりとかしたらいいなと思ってる時に、ヒーローってほんとちっちゃい子がわってすごいそれで憧れてくれたりするので、本当に大変っていうか精一杯いっぱいいっぱいの時期でしたけど、すごい幸せな時。なんかいっぱい映画館でやる映画見れたら見てもらえますね。そこで。だから頑張る。だ。うん。いっぱい頑張って疲れて少し時間ができたら。今、彼女はあの時とどこか似ている。未来への期待と不安と、これから私はどこへ向かうんだろう。
これから私はどこへ向かうんだろう。でも私の胸は高鳴る。この先に広がる見たことのない景色、そこからまた始まる。立石さん、まもなく本番です。よろしくお願いします。はい、あの時とどこか似ている。